卵を折ります。まず1/2に切った紙を用意します。こちらを半分に折ります。もう一度半分に折ります。広げます。まず真ん中の折り目でハサミで切ります。次にこちらの真ん中の折り目で切ります。こちらは半分に折っていきます。こちらの1本をまず、こちらの角を三角に折ります。こちらを引っ掛けて、こちらの辺で折り目をつけていきます。こんな感じで折り目をつけます。それを少しずらして、こちらを内側に斜めに折ります。この部分を丸く切ります。こちらの部分に顔を描きます。模様も描いていきます。こちらで完成です。